やばい、時間になっちゃった。急がなきゃ。あれ違う、ここ8番道路じゃない、間違えてる。あー皆さんこんにちは、ダイスです。あ、ローラ、なんかいつもと違うバタバタした始まり方で失礼しました。ここだよ、せせらぎの丘のポケセン。私ウルトラムーンで遊んでるんで、ポケモンの中の時間の朝が夕方18時なんですけど、その時間にここに来たかったんですよ。あれ9話はもうね、イベントされてる方もいると思うんですけど、9話はなの？キュアワン？ここのイベント、女の子が知りたかったら朝に来てねっていう話から始まるとこなんですけど、キュアワーが水の上に花を浮かべる？これキュアワーの花だったの？正解はキュアワーのお花。そうなの？どこから取ったの？自分の花？癒しの効果があるからポケモンセンターにはうってつけなの。キュアバーの花だったんだね。いつも朝からみんなのためにお花を届けに来てくれるのよ。ん？このキュアバーちゃん、1体で全部のポケセン回るのかな？ありがとうキュアバー。かわいい。キュアワーン。え、何？キュアワーの技、フラワーヒール。優しいからすぐ使っちゃうのね。回復してくれるんだ、すごっ。え、何？ジョイさん？あー、キュアワーったら特性がヒーリングシフトだからって。何？ジョイさんが喋った。私より先に回復させて。しかもちょっと怒ってる？お仕事取らないでそういうことか。ジョイさんのお仕事取っちゃったね。落ち込んじゃったキワはかわいすぎる。あ、こういう感じのイベントだったんだ。キワはありがとう。特性がヒーリングシフトだと回復技を早く使えるの。さっきジョイさん怒っちゃったけど、もう普通になってる。はい、ジョイさん、これジョイさんのお仕事キュアワーが取っちゃうっていう、なんかかわいいイベントでしたここにいるキュアワーちゃんはもうお仕事終わったのかな。あれかな、各ポケセンにその数のキュアワーが1体ずつ行ってるのかな。それとも本当にこの子が全部のポケモンセンターを回って、せせらぎの丘のポケモンセンターが最後だからここに残っていてくれてる？え、どっちなんだろう。でも朝からこうやって運んでくれるっていうことは、ここに浮かべてくれるお花はもっと前に積んでるってことだよね。頑張り屋さんだなぁ。ということで、私も頑張って、アローラ図鑑上に行きたいと思います。うまいこと言ったなって言えないやつやなあ、やっぱりここいてくれるんだね。ってことは、イベント終わったらずっとキュアワはここにいるっていうことなのかな。図鑑の登録も今現在 85% を過ぎまして、もうちょっとにはなってるんですけど、なんだかいない子がいます。忘れてる子がいるだよね。なんでだろう。今回は雪目の子に進化をさせてようと思います。ということで、雪わらしに目覚め石。なんか雪わらしから雪目の子って女の子っぽいところから始まってるから、私のイメージはぴったりなんだけど、鬼氷にもなるよね。いずれかに進化っていうことで、これで3種類目。鬼氷はもうゲットしてるので揃います。雪目の子、アセロラちゃんも使ってるゴーストタイプのポケモンだね。あとはオーラスの時にも四天王戦のゴーストにいた気がする雪女の子。登録完了。雪わらし、雪氷、雪女の子。ザ・雪って感じ。雪国ポケモン。ひどい吹雪の晩に人里に降りてくるという。ノックされてもドアを開けてはいけないぞ。どういうこと？なんか危ない方の子だったりするの？見た目だとね、あれですよね、鶴の恩返しの日本昔話とかにある感じの着物着てるイメージではあった。確かに怪しい風を覚えたい。今の話のくだりだと雪女の子はどうも怪しいので、怪しい風を覚えさせようと思います。ここでいいんじゃないかな。ポカン。怪しい風。増えてきたね。せっかくなんでウルトラホールの先のポケモン色違いの子で持ってない子が出たらゲットしたいっていうのと、悪事キングがまだ出ていないのでそこに到達できたら嬉しいということで、進化のついでにこっちで行こうと思います。ウルトラボールの先はレベルが60とかだから高いんで、1回で進化まで持っていけたりするので、私結構使ってるんですけど、なかなか本当にどうして悪事キングに行けないのか。今回も行けない。これ赤にしよう。オーラないけど20。チルタリスまだ会ったことないんですよね。そういえばいるよね。4426。もうちょっと奥まで行きたかったな。5000ぐらいまで行きたかったな。あれ ?4426 光年。近いじゃないよね。光年だからかなり遠いっていう。5000光年オーバーに行きたかった。お、色違いじゃない？スワンナ。白鳥。あれ？雪女の子からの流れだとちょうどいいんじゃないですか？白鳥。鶴、あ、違うな。鶴と白鳥違った。あれ？白鳥って言えばこの時期、あれですよね、渡り鳥だから、ロシアとか向こうの、なんていうの、寒いとこから日本にこう渡ってきて、今いたりしますよね、冬の時期。見に行ってないな、白鳥。砂場。あ、これ砂場、レベルアップしたんじゃない？クイックボールでゲットできたけど、その前に砂場、が先になんか行きそうな気がする。白デスナになってくれる？砂集めは覚えた。工場風も行ったんじゃない？ワルビルまだだな、これ。多分まだだと思うな。ワルビル。来た！砂場の様子が。砂遊び私ちっちゃい頃あんまりやってなかったんですよ、実は。なんかね、ジャングルジムの方が好きだった。なんでだって感じなんですけどね。砂場から白で砂に進化した。またこれでこの子のページが埋まります。嬉しい。それにしてもこの頭の上で回ってるスコップ、なんでどうやって回ってるんだろう。すごい不思議。これスコップだよね。そのまま砂バーのスコップが逆になって回ってるんだろうねって思ってるんだけど、そうだよね、多分。ビンゴラと、きたきた。砂の白ポケモン。白の砂ポケモンじゃない、それなんだ。砂嵐を巻き起こし、相手の見えここを封じてから生気を奪う恐ろしいポケモンだ。ゴーストタイプのポケモンってかなり図鑑の説明文が怖いです。雪女の子の時も思ったけど怖い。アセロラちゃんの手持ちポケモンだよね。工場風の様子が。工場風来た来た、嬉しい。コジョンドって言ったらレインボーロケット団のイベントでフラダリが使っていたよね。フラダリさん、そういえば今回赤城とゲーチスのボスポケモンもらってきたんですけど、フラダリのボスポケモンはコジョンドなんだよね。欲しいなー。3月11日までのイベント、もうちょっとなんだけど、行く機会があるかどうかわからないということで、武術ポケモン、奇妙な声で吠えたら危険、危険なんだ。目にも止まらぬキックやチョップの連続攻撃が始まるぞ。これなんか私の勝手なイメージなんですけど、カンフーっぽいなって思っていたんだけど、カンフーなのかな。武術ポケモンカンフー、コジョンドって言ったらレインボーロケット弾の時にかなり苦戦しました。はい。そしてスワンナー、色違いってことなんだけど、普通常食持ってなかった気がするどっちも欲しいな。せっかくなんでね、色違いも色違いじゃない通常もウルトラホールの先のポケモンはどっちも欲しいということで、スワンナ、陽気、ハトムネでした。最高はね、こんな感じ 4V だね。まあになってるけど強いね。やっぱり色違いの子だけだったね。通常色の子も今度出会ったらゲットしようと思います。はい、ということで今回は時間帯が決まっているイベントと、アローラ図鑑の進化、ウルトラホールの色違いポケモン行ってきました。これはまたウルトラホールに行っていろいろゲットしていきたいと思います。この動画が良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!